ライジングフリーダムガンダムを作るにあたり肩のコンパスマークをどうしてもつけたかったので自作しました。配給パーツのハガキサイズのクリアデカール。白のスタンピングリーフ。印刷用データを用意します。概要欄に情報を載せておきます。ネットでデータを探します。取ってきたビットマップデータを、Photoshop で開きトリミングします。2階超過を選択し、白黒画像にします。色位置を動かして線が細くなりすぎない、太くなりすぎないところで OK をクリックします。ゴミを消していきます。センターは他のところより細かったりガタガタなのでラインを整えます。黒い線をコピペしたせいでレイヤーが増えたので統合します。データを保存します。Adobe Illustratorで印刷用データを作成します。はがき用データなので、幅 100mm、高さ 148mm に設定します。トリミングしたデータをコピペします。使いたいサイズに画像を縮小します。背景を黒にするため下にレイヤーを追加して黒の四角を配置します。黒が動かないようレイヤーにロックをかけます。並べていきます。並べ終わったら PDF 形式で保存します。文字を入力した場合は文字をアウトライン化して保存します。少しずつサイズを変えたデータを用意しました。きっとうまくいかない部分があると思うので多めです。実際のデータはこんな感じ。結論を言うとこんなに綺麗に出ません。
PDF を USB メモリーに入れて、セブンイレブンに行きます。セブンイレブンのプリンターでセブンイレブン据え付けはがきに印刷をします。その際、印刷データは、カラーモードは白黒、ちょっと小さめはしない、で印刷してください。ラミネーターに通します。A4 の紙を敷いて、その上に印刷データを置きます。スタンピングリーフのマット面を下にしてはがきと位置を合わせます。ずれないようにマスキングテープで簡単に固定します。ラミネーターに入れるとローラーで引き込まれるので、その際、はがきとスタンピングリーフがずれるのを防止するために A4 の紙で挟んでます。3回通したものと4回通したものを作りました。剥がす前にアルコールで少しへばりついているのを剥がした方がいいという情報があったので、エタノールとラッカー薄め液で試してみました。ゆっくり剥がします。結論から言うとアルコールはラッカー薄め液の方が良かった感じです。黒の印刷面に転写され、残りが透明フィルムについています。このフィルムについているものを配給パーツの水転写デカールに転写します。とにかくずれないこと、シワにならないことを注意してください。
水転写デカールの完成です。2回熱転写しているので細かいのは増えてのようです。また出来栄えのばらつきがすごいです。コーションデカールを作ろうと思いましたが使い物になりませんでした。3回通したのをやったとき、しわくちゃになりこの部分は全滅です。4回通した方がマークは良かった気がしますが大した差はないです。結局どちらからもデカールを切り出して貼りました。このままでは全面がデカールなので転写された部分の縁でカットしデカールとします。デカールはプラモデルに貼った後、クリアを拭いて保護してください。印刷用データは要望されても差し上げません。ご了承ください。チャンネル登録と通知のベルマーク、よろしくお願いします。よかったら、いいねボタンをお願いします。